信じられない。それが真相だというのかい？はい。私たちは見たままのことをお話ししています。ジョージ様がにわかには信じられない気持ちも私はよくわかります。何しろこの目で確かに見たはずの私ですら、あれが何だったのかわからなくなる。私は確かに見た。そして取っ組み合いまでしたはずなんです。なのにあれが全部幻だったような気すらする。なるほどね。あのローザおばさんに詳しく話せないわけだ。今の話を本当にしてたら、もっと面倒なトラブルになっていただろうね。なるほど。源氏さんが随分冷静な対応をしていたのが分かりました。私にそれを説明するだけの力があればよかったのですが。話を少し巻き戻すよ。シャノンはカノン君が偽物かもしれないと思った時、クモの巣を取ってきたと言ったね。どうしてそんなことを？そうだ、それは私も思っていました。どうしてクモの巣だったんです？前に熊沢さんに聞いたことがあるんです。大昔の六軒島には悪霊が住んでいて、そのクモの巣を恐れたって。それでクモの巣を魔除けと尊んで大切にしたという昔話があるんだそうです。それでそのとっさに私も少し混乱していたんだと思います。そんな話が。熊沢はそういう昔話に詳しかったな。クモは液中ですからね。確かにそういう信仰があってもおかしくないかもしれない。きっとその悪霊の力をあの鳥居の祠が封じ込めてたんだと思います。そして霊鏡が割られたのでその力が蘇って、ベアトリーチェ様を蘇らせる力となってしまったに違いないのです。私が、心の弱かった私があんな大それたことをしなければ。シャノン、その話はもうしなくても大丈夫だよ。僕は君を責めたりなんかしない。ベアトリーチェ様という霊のような存在がいるという話は、この島に勤めるようになってからたくさんの同僚に聞かされました。最初はバカバカしいと思っていましたが、それを批判するとなんだか不謹慎そうな空気があったもので、私も表向きは信じているように振る舞っていきました。しかしまさか本当にいたんです。ベアトリーチェ様はずっとこのお屋敷におられたんです。でもベアトリーチェ様は力を失っておられて、私たちの前に姿を現すことができなかったんです。ずっといた。私たちが見えなかっただけなんです。源氏さんの意見を聞きたいです。
私には何も意見はありません。一つだけ申し上げたいのは、私たちはあの時ここに5人いた。そしてカノンが勝手口から帰ってきたと思った。そして使用人室に運び、何かが起こって南條先生と熊沢が帰らぬ人となってしまった。それだけです。私たちは見たものをすでに全て説明しました。それを見ていないジョージ様に信じろというのはとても無理な話だと理解しています。信じられるわけがない。あれは間違いなくカノンさんだと思った。でもあいつがベッドから起き上がって、そう、こんな風にしながら胸の傷をまさぐり始めた時、こいつはカノンさんじゃない、誰か別の存在なんだと直感しました。ジョージ様にはわからないでしょう。よく知っていると思っていた人物が実は別人であることをさらけ出した瞬間の恐ろしさというものは説明できない。とても説明できるわけがない。わかるよ、郷田さんがそれほどまでにショックを受けるどんな恐ろしいことがあったのか僕は察するよ。ありがとうございます、ジョージ様。君に囁いたという魔女はその鏡があると力を失うんだね。少し説明してくれた気がしますが、よく覚えていません。あの鏡があると力が出せないというようなことを言っていたと思います。君が割ったというその鏡はどうしたの？覚えていません。多分割ったまま立ち去りましたから、そのままそこに残ってたでしょう。ということは岩礁が雷で撃たれて消えたとかいう時に海の底か。まあ拾って接着剤で貼り付けたところでご利益は戻らないだろうけどね。私は本当になんてことを。ごめん、失言したよ。そういえばその鳥居にあったものとは違うでしょうが、奥様がお守りとして霊鏡をお持ちになっていると聞いたことがあります。夏日おばさんが？はい、おじい様の形見分けか何かでもらったものだそうで、とても強い魔除けの力を持つ由緒正しい霊鏡だとかなんとか。同じ話は私も聞いたことがある。鏡は良くないものを反射して弾き返す力があるのだとか。その霊鏡があれば魔女のベアトリーチェに対抗できるかな。祀っていた鳥居と祠はもうないかもしれないけれど、霊鏡がもう一枚あるのは重要なことだよ。夏日おばさんの実家は神職にも通じていると聞いたことがある。それは本当に単なる鏡ではないかもしれない。確か奥様は、
宝物箱に入れて大事にしまっているとおっしゃっていたような気がします。そんなに大きいものではないのかもしれません。大きさの問題ではなかったと思います。私が割った鏡も一見大したことのない小さな鏡に見えました。相手がオカルトならこちらもオカルトの手段で対抗するしかない。ただこうして座っていても何も解決しない。単なる気休めだとしてもやってみる価値はあるよ。行こう。魔女をやっつけようなんて大それたことは言わないよ。でも魔女から身を守る魔除けがあってもいいと思う。前にマリアちゃんに聞いたんだけど、おじい様の部屋の扉は強力な魔除けが施されているんでしょ。さすがおじい様だね。オカルトに対する防御も十分だったわけだ。行こう、夏氷馬さんの部屋へ。しかし奥様の部屋には鍵がかかっていると思います。マスターキーはローザ様にお返ししてしまいましたし、キーボックスのある使用人室も施錠されてしまいましたし。ならばその鍵は夏氷馬さんが持ち歩いているはず。礼拝堂にはまだ夏氷馬さんの遺体があるはずだ。警察が来る前に勝手にいじってしまうのは悪いことだけれど、それについてはちゃんと説明しよう。しかし礼拝堂の入り口も鍵がかけられております。ゴーダさんの腕力じゃガラス一枚割れないのかい。その辺の石で叩き割ればいい。大切な礼拝堂の窓を破ってしまっても、そのよろしいのでしょうか。おじい様に怒られる時は僕が責任を持つよ。僕はもともと今日後宮家の全員と戦うつもりでいた。君との婚約を許してもらうためにね。だから元よりその覚悟はある。ガラスを割ろう。そして夏氷馬さんの遺体から鍵を借りよう。オカルトに詳しいおじい様だもの。夏氷馬さんの霊境の力だってきっと理解してくれる。大丈夫、怒られたりなんかしない。奥様の鏡で本当にベアトリーチェ様をもう一度封じることができるでしょうか。わからない。でも試す価値はあると思う。なら行こう。表はどんどん暗くなっちゃうよ。急ごう。シャノンは懐中電灯を、ゴーダさんはガラスを割れそうな道具を、ゲンジさんはすみません傘の用意をお願いします。はい。源氏さん、私はご一緒できません。ご用命の時に全員がいないようなことがあって、後宮家使用人頭として恥ずかしいことです。そ
そんな源氏さん、今のこの屋敷で一人でいることがどれだけ危険かあなたもわかるでしょう。私はいいけど、親方様からいつお呼び出しがあってもいいように、私はここにいなくてはならない。源氏様、行ってジョージ様にお伝えするよう、くれぐれも粗相のないよう、どうだ、手本となるようよろしく頼む。はい、お任せください。必ずやお役目を果たします。本当にいいんですね、源氏さん。はい、私はもうこの年です。今日までの人生は全て親方様に受けたご恩をお返しするための日々でした。このような老いぼれがどうなろうと、全てはルーレットの飯で、私はどのような結果が出るのかをここに座って見届けたいと思います。行こう、みんな。今は少し風もおとなしいみたいだ。
なあ、マリア。うん？ベアトリーチェは確か、これを解いたら、どうするって言ってたんだっけ？儀式はおしまいになる。だからもうそれ以上誰も死ななくなる。本当にか？そういうルールを奴が提示してるだけだろ。この謎を解けば、多分爺様の隠し黄金のありかがわかるんだろ。奴はきっとそれを狙って。おお、狙わないよ。なんでそう断言できるんだよ。最初からベアトのものだもん。自分のものを狙ったりなんかしない。じゃあどうしてベアトは俺たちにこんな大ヒントを授けてくれたんだ？というか、どうしてこんなゲーム地味たことを仕掛けてきたんだ？魔法にはリスクが必要なの。リスク？よく意味がわかんねえな。例えばマラソン、完走すれば誰でももらえるメダルと、一番になった人しかもらえないメダルって同じ価値だと思う？思わねえぜ。つまりなんだよ。結局、奴は遊んでるってことなのか？わざとこっちにチャンスを与えるようなことをして。違う！それがね、魔法というものなの。どんな大きな魔法にも絶対にリスクや弱点があるの。ううん、ないといけないの。魔法って言われるとピンとこねえが、ギャンブルだって考えれば少しは理解できるな。でかく失う覚悟がなきゃ、でかくは勝てない。そして勝ち目の薄いギャンブルであればあるほど配当はでかくなる。その通りだよ。だからベアトは儀式のリスクをちゃんとみんなに説明したの。だからこの謎を解けばちゃんと儀式は中断される。だってそれを約束違反したらリスクにならない。これを解けば奴は本当に約束を守るのか？花は枯れるのにどうして美しいの？増加は見分けがつかないほど成功でも、どうして美しくないの？人間は死を落とすから奇跡が起こせる。不死の人間がいたとして、その人物に何の奇跡も起こせる道理はない。私たちも人生も魔女も儀式も。私たちはリスクを負わなければ何も成し遂げられないの。謎が解けたらどうするんだ？ピンポーンって鳴らして挙手して、回答を魔女に伝えて答え合わせをするのか？ああ、それは知らない。でも解けばきっと自動的に儀式は終わる。マリアは詳しいな。そいつはみんな、ベアトリーチェに習ったのか？Thank you.
わらわは約束は守る。碑文の謎を解けば黄金鏡へ至ることができるだろう。さすれば儀式は終わる。それ以上誰も死にはせぬ。お前みたいな祁答の極みがルールを遵守するってのかよ。わらわが残忍で卑劣で祁答であることを否定はせぬ。だがわらわは魔女だ。魔法を使う。魔法を使うには守らねばならぬルールがある。わらわは魔女だからこそそれをないがしろにできぬのだ。それだけは信じるがよい。これだけめちゃくちゃやってきて、それでもルールだけは信じろってのかよ。わらわはたぶらかしはする。もちろん人も騙す。人間と変わらぬ。だが約束として口にしたことを保護にしたことは一度もない。人間はどうか。約束を必ず守るのか。約束を守ろうなんてキャッチフレーズがある以上、ちゃんと履行されてるかどうかは疑わしいな。わらわから見れば人間の方がよっぽど利己的で下道な存在よ。人間の約束ほど疑わしいものはない。わらわも時に人間と契約するが、くだらない願い一つ叶えるのにどれほど厳重に取り決めをするか想像もつくまい。少しでも隙があると連中はすぐに叶える願いの数を100に増やせとか、小さな豆粒に変身してみろとか言い出す。親父によく言われたぜ。契約書ほど怖えもんはねえって。よく読まずに判子を押すやつは骨の髄までしゃぶられて当然だって言ってたぜ。悪徳で荒稼ぎしてやがったんだな。察しろ。人は生まれながらに詐欺を知りはせぬ。どこかで被った。だから覚えた。押し付け合わずにはいられぬ人の世の罪か。はてどこの魔女に聞いたやら。まあいい。そなたが思っているほどわらわも無慈悲ではないぞ。嘘をつけ。これだけの大勢を、しかもまたこんな残酷な方法で殺しておいて何が無慈悲ではないだ。約束は守るだと。いい加減なことを言うな。俺はお前を認めない。断じてそれを譲らないことだけがお前への抵抗だと俺は信じてる。なるほど。永遠の災難であるのはわらわに対しても同じであるというわけか。かもしれぬな。千年は長い。魔女の強さは魔力より我慢強さで決まるのかもしれんな。なるほど。ベルン教の恐ろしさもうなずける。何をわけのわかんねえ話をブツブツ言ってやがる。さっさと永遠の災難とやらを続けろよ。俺は千年でも一万年でも付き合う覚悟だぜ。よいよい。少しは戦う気力も戻ってきたようだな。そうでなければつまらない。ほら、対戦ゲームでもよくあるだろう。乱入したけど相手があまりに弱くて拍子抜けで、わざと負けて最終ラウンドまで延長させて、最後に本気でフルボッコにすることとかってあるだろう。
例えの意味がわかんねえよ。ワインと同じよ。よく熟成させねば輝かぬ。お前はそれに耐えられるワインだ。わらわがじっくり熟成させてやる。そなたをわらわの優雅な時間を彩る最高の美酒に育て上げてやるぞ。だからこの程度で屈服などするな。わらわを引き続き否定してくれよ。何しろわらわはそなたが認めぬ限り儚き幻想に過ぎぬのだから。何度見ても辛いな。胸中お察しします。シャノンさん、鍵を頼みます。お亡くなりになられたとはいえ、奥様はレディーです。私には触れることができません。はい。します。ありました。奥様の部屋の鍵です。シャノンさん、走って。え、
そ、なんだこれは。これが君たちの言っていた黄金の蝶なのか。早く外へ、こいつらめ。クソクソ。扉から出よう。足場を探してる時間なんかない。開かない、硬い。貸して。クソ、このオンボロが。ジョージ様、お早く。クソ、舐めるな。うぞー。この化け物どもが。そろそろ晩餐の時間ではないか。すでにわらわはこの屋敷のホストである。そなたらを素晴らしきディナーで歓待しなくてはならぬというもの。おあつらえ向きに三人ではないか。これはこれは実に実に好都合。うわあ、開いた。ゴーダさん、早く。ベアトリーチ様。あ、足を止めてもよいのか。ここがそなたらの墓場にふさわしいというなら、それもよかろうぞ。かつての主の傍らにて死後も仕えたいというその心意気は称えようぞ。急ぐんだ、足を止めちゃいけない。でなくては面白くない。
どこにあるんだ。宝物箱の中って言ったっけ。話に聞いただけです。実際にどこにあるかまでは。多分お化粧台かベッドの脇にあるんじゃないかと思います。夏氷馬さん、ごめん。知りません。鍵がかかってて開きません。普通鍵はすぐ近くに隠しておくものです。あるいは常に身につけている人もいるかも。わからない、わからない。やむを得ない。壊そう。でも乱暴にはできないね。中の鏡を割ってしまうかもしれない。こじ開ける道具はないかな。そう、急いで。しまない。閉めても開いてしまう。どうなってんだこりゃ。クソ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 。鍵がわらわを拒むと思うか。その部屋の新しき主を、その部屋の扉が拒むと思うのか。
ジョージ様、早く早く早く。ジョージ様、これはどうでしょう。メターオープナーか。そっちの方がいいね、貸して。万年筆じゃうまくいかない。早く早く。シャノン、ルーレットはそなたとジョージを選んだ。解放の日に感謝せよ。未練はあるまい？ないよな。惚れた男から婚約指輪をもらって夜も共にしないうちに殺されてしまっても未練なんかないよな。女の幸せを教えてもらいたかったんだろう。ああ、シャーノン、ダメダメ、垂れてるぜ。お前の口元から未練がダラダラ垂れてんのが見えるぜ、シャーノン。あー
見つけた、これだ。いいって及ばなかったの。死ね。くそ。忘れていた、そなたもまた金蔵の優れた家具だったな。それもカノンよりだいぶ熟成した。カノン君をよくも殺したことじゃない。よくも亡骸を消し去り、その名誉まで汚そうとしたな。おやおや、シャーノ、それを怒ってるのか。カノンに会えなくて寂しいならわらわに頼めよ。いつだって会わせてやるというのに。楽しいですか。ああ、楽しいぞ。死が引き裂いた二人を再会させるのはいつだって楽しい。死で引き裂いて一度、合わせて二度、もう一度引き裂いて三度楽しめるのだからな。さあ、カノン、姉と遊んでやりなさい。もし痛めつけられたら思いっきり苦悶の表情を浮かべてやるといい。一度ならず、二度までも死者を汚すなんて、許せない。ほざくな。弟に殺されろよ、ショーノ。きっといい夢が見られるぜ。
の？ジョージさんはそこから動かないでください。中心軸をずらしたくない。これは驚いた。虫一匹殺せない面をしてこれだけの力を見せたか。なるほど、霊鏡がそなたに力を貸しているというのか。しかしその霊鏡の本当の力を引き出すには準備も時間も足りないな。そのどちらもわらわは与えはせぬ。これだから家具は怖い。予期せずしてタンスの角にぶつける足の小指のような気持ちよ。これだから家具は怖い。家具が、家具、家具！私は家具じゃない。そして、あなたを今はとても哀れに思う。何？ほう。千年の魔女に、百年も至らぬ家具が今何と言ったか。とても哀れな人。愛し合う二人に未練がないわけがない。でもあなたの期待するような未練はかけらほどもない。語るか。家具の分際でジョージと結ばれたくてわらわの靴を舐めた日々を忘れてわらわにそれを語るか。デーネを這うが人間。それを嘲笑い見下しているつもりであなたはそれにはるかに劣る。私は今こそあなたを哀れに思う。愛し合う二人にとって添い遂げることにどれほどの意味が。意味はある、きっとある。でもそれはあなたの言うこととは全然違う。もっと神聖にして、あなたごとき邪悪が口にする資格もないほどの神聖な意味がある。だから私にはすでに何の未練もない。ジョージさんと愛を誓い合った。その証として指輪を受け取った。それで永遠の誓いは完了した。あなたがどんな邪悪な魔法や悪意で私たちを災難だとしても永遠は汚さない。綺麗事を詩人のように語るな。愛は情欲なんだよ。少女漫画見たく綺麗事ばっかりで語れねえんだよ。男どもはお前の匂いに惹かれて群がるウジバエどもなんだよ。そんなこともその年でまだ理解できねえのかよ。お前は失望するぜ。その後ろのメガネ男のどす黒い欲望一度でも覗いちまったらがっかり愕然あぜん呆然全然ダメだぜ、ショーノン。ああ、もういいや、語るな、家具が。この家具、家具、家具！何様のつもりだよ、語りやがって！愛なんて結局は、ど汚ねえ汚物をどう綺麗に見せようかって欺瞞なんだよ。そいつに気づいて人は大人になるんだろう？死ねよ、クズ！家具、家具、スクラップ！お前を汚らわしいウジ虫に変えてやるよ！それでもそのメガネがお前を愛するか、試してやるよ！そいつの愛のどぎたねえ現実ってやつを、教えてやるよ！死ねよ、ガラクタが！てめえが愛を語るんじゃねえ！
なんだよそれは。抵抗してるつもりかよ。安っぽいんだよ、薄っぺらいんだよ。お前の綺麗事と同じなんだよ。見せかけだけの薄っぺら。見たくないものをベールで覆って隠してるだけなんだよ。まだわかんないのかよ。だから家具なんだよ、家具。ほら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 、削られてるぜ。カリカリコリコリガリガリゴリゴリ、なんて薄くて情けないんだよ。お前のその薄っぺらな抵抗に比べたら、パルミチアーノレッジアーノの方がまだ削るのに苦労がいるぜ。庄司さん、ごめんなさい。やはり私には無理でした。うん、ありがとう。君は僕のために戦ってくれた。それだけで嬉しいよ。なんで？最後に愛してるって聞かせてください。ああ、さよう。僕は君を永遠に。